シンゴスターのウィウィンレディオ。シンゴスターのウィウィンレディオ。皆様こんばんは。沖縄県石垣島出身、太陽に最も近い男、シンゴスターでございます。私、ヘビーメタルバンドセックスマシンガンズのベーシスト、そしてザ・メンテナンスのベーシスト、そしてソロ活動は玉木慎吾として活動させていただいております、慎吾スターと申します。よろしくお願いいたします。さあ、前回はですね、僕の出身地沖縄県石垣島のお話に少し触れたんですけれども、今回はこの沖縄の石垣島の食べ物、おすすめの食べ物をちょっとね、皆さんにお知らせしていきたいなと思います。まあまあ、沖縄といえばいわゆる沖縄そばってあるじゃないですか。それね、沖縄そば、実は石垣島にもあるんですけども、石垣島では沖縄そばとは呼ばず八重山そばと言います。これはね、もう八重山地方なんで、石垣島が八重山諸島にあるんで、でも八重山そばって呼んでるんですけども、実は沖縄そばとかなり違う部分があって、ぜひ皆さんね、あの石垣島に寄った際には食べていただきたいなと思い、今回ね、何店舗か僕のおすすめのお店をご紹介させていただきたいなと思います。その前にね、沖縄そばと八重山そば、何が一体違うのか。沖縄そばは、まあ、簡単に言うと、まあ、カツオだしメインですね。カツオだしメインなんですけれども、八重山そばは、まあ、豚骨だしメインですね。あと麺の形がちょっと違います。あ、その前に、そばといってもそば粉は使ってないんですよ。そばって言ってんのにそば粉を使ってないんですよ。なんかそば粉を使ってなくて、あの小麦粉と乾水でこう練って作られたのが沖縄そばとの麺として定義されてるらしいんですけれども、あと沖縄そばは平麺で縮れていて、八重山そばは丸麺でストレートと、もう結構もう、こう食感が違うんでね、もうだいぶこれで違うと思うんですけども、なんだろう、で結局沖縄そばなんですけど、まあ、どれぐらい違うかっていうと、ヘビーメタルと、同じメタルなんだけど、ヘビーメタルと LA メタルぐらい違うかな。の方が分かりやすいかな、メタル好きな人にとっては。メタル知らない人からするとね、何のこっちゃだと思うんですけども。まあそれぐらいね、同じ沖縄そばと言われているんですけども、八重山そばまた違うよというお話ですね。ちなみにあの宮古島、宮古地方の宮古島の方は、宮古そばといってね、またちょっと違うんでね。これはまあ、機会があればお話ししたいと思います。まあ、今回はこの八重山そばのお話をしていきたいなと思います。あの八重山そばね、これ定義があるらしいですよ。ちょっとね、僕調べたんですけど、沖縄県八重山諸島石垣島にて製造されたもの。まあそうですよね。 原料が小麦粉、タンパク質 11% プラマイ 0.5%、 海分 0.42% 以下、加水量、小麦粉量重量に対し 34% 以上から 36% 以下、乾水、防明2度から4度、食塩、国産、防明5度から10度、全然わかんない、熟成時間30分以内とかね、麺の厚さが 1.5 から 1.7 ミリってね、書いてあるそうですね。茹で水の pH が8から9、結構細かいですね。茹で時間約2分以内で十分過食状態であること、仕上げに油処理が施されていること、手もみ工程なしとかね、切り出し後、工程後、コーンスターチをまぶすとか、なんかいろいろ定義があって、あ、こんな定義あるんだって今僕も調べて思いましたけども、何はともあれ八重山そばは美味しいということですよ。そんな美味しい八重山そば、石垣島でさらに美味しいお店をご紹介していきたいと思います。まず僕が小さい頃からいつも通っている、今でもね帰ったら食べに行くんですけども、仲良し食堂さんといって、まあ、市内にありますね。市内にあるので、まあ、サクッと行けるお店になっております。昔ながらの八重山そばといえばこちらのお店になりますんで、よかったら足を運んでいただけると嬉しいなと思います。そして第2位ですね、まあ、小松さんですね。こちらも八重山そばグランプリっていうのがあって、そちらで2年連続金賞1位を取ったお店になっております。こちらね、あのね、まあまあちょっとね、これはちょっとひいき目に見てるところもあるんですけど、僕のね、玉木慎吾ソロの CD をね、購入していただいたっていうね、そこのマスターに、はい、もう僕ね、もうだからめちゃくちゃもう毎回行ってます。まあ、もちろんそばもめちゃくちゃ美味しいし、そこの大将もマスターも最高です。
面白い方ですよ。そしてもう1店舗がマーニアというね、いわゆるまあ皆さんが例えば石垣島に行った時に、まあ、例えば車が免許がないとかね、もう自転車しか乗れないよとか徒歩しか使えませんっていう人もいると思うんですよ。そういう方にとってはすごいもう行きやすい場所にあるんですね、このマーニアさん。いわゆる石垣島の中心部にアーケードがあるんですけど、まあ、お土産がいっぱい並んでる、土産屋さんがいっぱい並んでるアーケード、夕暮れなモールっていう商店街があるんですけど、そちらの中に実はあるんですよ、マーニア。こちらね、実はね、息子さんが、マーニアさんの息子さんが東京のお茶の水っていう楽器店で修行して、楽器店で修行して地元帰ってきて、この自分の両親がやってるお蕎麦屋さんのすぐもう併設して楽器店をやってるんですね。こう石垣島で唯一の楽器店になっておりまして、なんでもし楽器好きの方はね、お蕎麦を食べて楽器店そのまま行く、お土産買って帰る、自分にお土産を買って帰るっていうのもいいかもしれないです。これね、ジャパンヴィンテージ系が結構あったりとか、中古楽器だったりするんですけど、そういうのが多く置いてあって、結構レアな楽器とかももしかしたらあるかもしれません。掘り出し物があるかもしれないんでね、一度行ってみるのもいいかもしれません。まあそんな、あと他にね、いろいろ実はいっぱいあるんですよ。あの平商店とか言ってね、最近、まあもう何年か前ですかね、まあ、新しめのお店なんですけど、こちらね、ちょっと僕衝撃でしたね、美味しすぎて。あ、なるほど、研究に研究を重ねるとこんな感じになるんだっていうのが、まあ平商店さんですね。これはなかなか美味しかったですね、びっくりしました。あとあっさり食べたいっていう方はクナツユっていうね、あの来る夏の夜と書いて、まあ世界のせいですね、クナツユっていうところがあるんですけど、こちらも大体ね、まあ市内にみんなあるんで歩いては行けると思うんですけどもね、まあ本当ね、他にもたくさん八重山そば美味しいお店めちゃくちゃいっぱいあるんで、これは皆さんまずは一度僕がおすすめしたこの仲良し食堂だったり、小松さんだったりマーニアさんだったりを行っていただいて、それから自分の足でこう好きなお店をね、さらにこう開拓していって、お気に入りのお店を見つけていただけると嬉しいなと思います。本当ね、もう本当ね、この八重山の食べ物いっぱいいっぱいもっとあるんですけども、今日はこの辺にして、はい、またタイミングがあれば皆さんにお知らせしていきたいなと思います。もうお腹空いたんでちょっとご飯食べたいんですけれども、そんな私の、ライブの告知などをさせていただきたいと思います。まずはソロ活動の方ですね、3月5日に、まあ、シャムシェイドのベーシストのナッチンさんとのツーマンライブが、アコースティックツーマンライブが3月5日、赤坂、東京赤坂の方であったり、3月の18日は、東京でワンマンライブ、ソロ活動の玉木慎吾の方でワンマンライブ、そしてまたソロ活動の方で大阪で3月の25日にワンマンライブやったりとか、あとマシンガンズの方も、今年25周年イヤーということで、デビュー25周年イヤーということでめちゃくちゃライブやりますので、まあ、詳しくはホームページだったり SNS、Twitter だったりとかをチェックしていただいて、遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。さあ来月はどうしようかな、八重山出身のミュージシャンで、ね、ちょっとおすすめのアーティストいるんで、ちょっとそちらを、今なんかこう勢いがねあるアーティストさんいらっしゃるんで、そちらをご紹介していけたらなと思いますので、その前に私もね、早くイケイケになりたいなと思っておるんですけれども、まあまあ、よんなよんなね、これ方言なんですけど、よんなよんな、まあゆっくりゆっくり、楽しく自分のペースでやっていきたいなと思いますので、さあということで、また来月も僕の石垣島のお話また聞いていただけたら嬉しいなと思います。本日はこの辺で失礼いたします。Good night, thank you. バイバイ。シンゴスターのウィーミンレディオ。